会計計算院は昨年度の税金の無駄遣いなどが1156億円に上ったとする報告書をまとめました。政府としては真摯に受け止めまして、改善に取り組んでいきたいと。会計計算院によりますと、昨年度の税金の無駄遣いなどは374件、合わせて1156億9880万円でした。このうち日本年金機構は、受給者の生存確認に必要のない作業をして、手数料6億3000万円を支払っていました。また農水省は、農地がない場所にもかかわらず、農地保全のための工事を行っていました。森友学園の国有地売却については、検査のやり直しが続いています。